どうもアリスキテラです今回も「アカシック・クロニクル」やっていきたいと思います。で今回は、えー、今自分がプレイして2ヶ月ぐらい経過して、えー、探索の方も42章の27までクリアしたんですけど、えー、今考えて思う、えー、リセマラの、えー、ランキングをベスト3を発表したいと思います。 でまずリセマラに当たって、えー、提供割合を見ると分かるんですけどプレミアム召喚の提供割合を見てもらうと分かるんですけど、えー、秩序混沌タイプのキャラは、えー、他の 5, 5タイプに比べると、えー、確率が5分の1ぐらいあの出にくいようになってます。なのでリセマラをするには 秩序か混沌タイプを狙うのがいいと思いますでじゃあ秩序混沌タイプでどのキャラを、えー、リセマラで狙えばいいのかっていうことなんですけどで、えー、無課金美課金の方であれば、えー、秩序混沌タイプを突っていくっていうのは、えー、結構長い道のりになると思うので、えー、無突でも使える えー、秩序混沌タイプのキャラをリセマラするのがいいと思うので、えー、無突で使いやすいキャラを発表したいと思いますで第3位第3位は秩序タイプのアーカーシャになりますでアーカーシャはまず SP スキルで、えー、SP スキルが強くて えー、未来投影アーカー社がアカシッククロニクルを5秒間解放しその間アーカー社以外の全ての味方はアーカー社の攻撃力の20%防御力の50%の強化を得ると同時に毎秒味方全員のエネルギーが40回復するでレベル3まで強化すると未来投影の効果中味方ヒーローの素早さが100増加するということでバフを味方全員にたくさんかけることができますでさらに、えー、生命の紬 っていうスキルを持ってて HP の割合が一番低い見方を攻撃力の200%分回復する。なので回復もできてバフも配れる。でさらに、えー、霊魂吸引というスキルを持っていて、えー、攻撃力が一番高い敵に攻撃力の200%のダメージを与えさらにターゲットのその時点での攻撃力と防御力の20%を獲得するということなので、えー、アーカーシャ自,自身も えー、防御力をアップするので、えー、若干硬くなるなので生存能力がそれなりに高くなりますなので無突でも使いやすい、えー、味方を回復できてバフも配れる優秀なキャラとなっていますなのでベスト、えー、3位はアーカーシャにしましたで第2位は同じく秩序タイプのセームになりますでセームは <laughs> エネルギーフィッションというパッシブスキルを持ってまして、致死量のダメージを受けると自身が秩序の光と化し、その間は毎秒 HP が大最大 HP の7%回復し、敵の攻撃を受けない。HP が50%まで回復すると復活し、ということなので、えー、味方チームが全滅するまでは何度でも復活が可能です。で、さらに、えー、ツイステッドドリームというパッシブスキルで、 えー、セームが最大 HP の10%を失うために味方2体の HP を攻撃力の100%分回復するということなので、えー、味方を回復できてさらに、えー、何度でも復活するということなので、えー、無凸でも比較的使いやすいキャラになっていますで第1位に選んだのは、えー、同じく秩序タイプのティアになります で、ティアの強い点は、えー、マジックオリジンというパッシブスキルを持ってて、えー、ティアが致命ダメージを受けると、すべての妨害効果が解除され、エネルギーを全部回復する。で、エネルギーを全部回復すると、すぐに SP スキルが打てるんですけど、SP スキルを打つと、ティアが推奨形態になり、エネルギーを持続的に,持続的に消費して的に、 弾幕を発射し攻撃力の15%のダメージを複数回与える。で、持続期間中は敵にターゲットされないということなので、えー、この SP スキルを打っている間は敵にターゲットされなくなるので、えーまあ、すぐに攻撃を食らって瀕死状態になったとしても、えー、ターゲットされなくなるので、えー、すぐに死な死な,なくて、えー、生存能力がそれなりに高いです。で、k アの一番の売りは えー、サイレントスライトというスキルで、えー、ターゲットとその周りの敵に攻撃力の350%のダメージを与えて4秒間沈黙させるでレベル3まで強化すると、えー、沈黙持続時間が6秒まで増加するということなので、えー、相手のスキル通常スキルや SP スキルを沈黙させることによって封印させることができるので、えー、戦闘を有利に進めることができるようになりますで特にステージ進行 においては、えー、ティアを入れ,入れることによって今までクリアできなかったところがクリアできたりするので、えー、特に初心者の方リセマラン、ね、するにあたっては一番おすすめのキャラ,じゃな,キャラなんじゃないかなと思いますであくまで、えー、個人的な見解なので、えー、賛否両論あると思いますけど、えー、参考程度にしていただければありがたいと思います本日は以上になります 最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。